わけでもなんでもないんですよ。だからことの善悪というものは人は法がなかっても分かってるんですよ。善悪というのは。はい、でもそれをあの改めて法律という形にまあまあ落とし込んでるっていうのが僕は法律だと思うんですよ。うんうん、ということは法というのは当然法治国家ですから大切なものだけどもその法を運営運用するにあたってはやっぱり善悪正義というものがきちっと把握できてる人でないとダメなんですよ。うん、こういうふうに。 もう安倍ちゃん権力者やからもうやってないって言うとやってないことにしときましょうみたいな方法なんて守られてないということなんですこれは正直法治国家でも何でもなくってあの人治国家なんですよその人によって変えていくんだから要はさじ加減を変えるだけの話やからだからこういうことをねこれだけあからさまにねやるわけでしょ。これは 多分もう危険からしたらうちとしてはもうやってないって言い張ったらそれ以上やってるというとこ拷問できないからその口を割らすわけにいかないからこれはもうやってないというふうに思うしかないだから起訴しませんというのは固定とと僕は思うんですよ、うん。で要はそれがもう僕らからしたら何考えてんねんと思うけどもそれがまあ法ですって言われたら僕らも偶弄念出ないわけですけどうす、ね、言うとしたらもう法よりももっと強いのもありますよってこういう愚痴レベルで言うだけなんですけどでもこれは。 逆にあの法としてはもうこれ以上裁けませんと言われた時じゃあどうするかといえば、うん、要は次はやっぱり国会なんですよ、うん、要はあの、うん、やっぱり倫理的道義的責任政治的責任というのは当然、うん、あるんですねこれ。はい、だからそこの部分を国会で今度は追及しないといけないわけですよ、うん、それはもう自民党与党与が及び腰になってるわけですよ。うん、ということはもうあれだけ。 何年にも渡ってたばかってきて国民も騙し続けたこと自体が何も正されずにもうみんなが忘れていて終わってしまうというねそういう世の中でよろしいんですかっていうことですよだからここはやっぱり国会の場で堂々と僕はもう本当に証人として出てきてあのそれ証人として出てきてもらうしかないんですよだって国会答弁であの百何回も嘘をついてた人ですよ今更本当のことを言いますとて言って信用できますかということなんですよね。 嘘ついたらあの捕まる偽証だ偽証人偽証人になるというその証人還付んだったらこれ嘘はつけないから、うん、要はそこでやっぱりやるしかないんですよ。もう本当にあの子供でもわかる理屈ですよ。そ,すね、それはね絶対にもう自民党は刺さないわけですよ。うん、ねだからもう野党ももうそれわかってるからもう参考人でもいいですぐらいにこうちょっとこう。うん 俺それでもまだ自民党としては「いや参考人もちょっと」っつって、うん、要は議員の運営理事会みたいなところの非公開のところで、うんはい、しかも何もこう文言として残,らす残さないでいいようなところで言い訳させると、うん、いうことを言うとるわけですよ。そんなももの何の役にも立たへんよ、うん、要は我々あの本当に,本当にど,ういうどういう言い方するのか聞いてみたいわけよそれだけ秘書に何年もわたって騙されてきた総理としてねそ,のそれは総理として果たしてそれで良かったのかどうか。 ねうん、ごめんで済むのかどうかですよ誤ってあの済む問題じゃないでしょそ,で、ね、それってさあんた、うん、アホすぎるでということやんかだから若ってやってんのは罪だし若なんでやってんだのはドアホやんか、うん、だからどっちかやんか悪人かアホかどっちかですよ、うん、こんな正直な話でそれをやっぱり正すためにはちゃんと堂々と出てきて実はこれこれこういう状況がございましてと、うん、あの秘書から言われた時に私はこれこれこういうことをしてこういうことまで調べてこうしたんですけども えー、その結果として秘書の言ってることは正しいというふうに私はその時に認定して、えー、秘書から、えー、暴露されるまで全くわかりませんでしたと、うん、でその言うてる言い訳が僕らが来てあなるほどまあそういうこともあるのかなと思えるものかどうか、うんうで,ね、でしょ。やっぱえずってちゃんとそうやってみんなの前で説明してくれたらまだなんかこうね。うんま、ねうん。いやそうなんですよ。いやだから私たちにもでも問題ありますよね今までそこまでさせてしまったというか。うんええ、はい。だってその本当にねなんか最近も自分、うん、私はその